します。城の中に入ったぞ。この部屋の隠し扉を合言葉で開く。私に任せてくれ。エクメトテロエス。おそらく皇帝はこの先のフィン王の間にいるはずだ。とりあえずセーブしておきますか。で、勝手に行くのかい。いつまらどこから入ってきた。覚悟するんだな皇帝よ。あとは貴様がアリア藩から来た勇者とか言うか聞くか。ああこれは面白い。わざわざ牝まで出向いた甲斐があったというものだ。チキラなど私が相手をするに及ばん。お前らの相手にはあの男はふさわしかろう。来い。誰だ。父親か。私が戦場に倒れていたこやつを拾って忠実なしもべに生まれ変わらせてやったのだ。さあオルテガよこやつらを倒せ。なんと親子対決。まあ、オルテガ確かにねこんなんだけども、どうなんだろう、強いのかな。とルナ、じゃあマスクルト、ルカに。あ強い。あ、違う。と、ジャンプ、もう一回スクルト。で、確か祝福の2が使えるから。クエイクだな。レギラマ。わかった。私は一体、まさかオルテガを倒すとはな。まあいい、この城をお前たちにくれてやる。大魔王の力を借りればこの程度の城を奪い返すことなどたやすいことよ。さらばだ。逃げなのかい。逃げられたが、だがそれより今はオルテガ殿の治療をすることが先決。一緒に戦ってくんねえかなオルテガ。全然見た目変わりましたけども。これは私が旅に出るときにアリア藩のみんなから贈られたものだ。オルテガの兜。うちに物を救うのが私のようね。ほんと皇帝どこ行った。はい、何がはいなのか分かんないけど、パラメキア城。山の上にそびえる。ああそっか。なるほど。おう。あ、城探索しますかね。なんもないのかな。ああ、寝てるだけか。あ、オルテガの場所かい。その前に装備で、兜です。あーオルテガ攻撃力も上がるのか。速さ下がるね。じいさん邪魔だぜ。
他になんかないのかな。これ何のためにあんのこういう。こっちは同じか。アルテアに行かなくてはいけないということだから、しかしこのレベルで行っても大丈夫かな。まあ行けるだけ行ってみますか。とりあえず宿屋で。セーブしといて、じゃあ音楽今度差が1。行ってみますかな。まあダメだったらまあね。用意と言われても、テント買っとくべきかな。テント、まあ、これだけありゃ十分じゃないかな。フェニックスのを、まあ、一応ポーションとかいるかな。一応こんなもんか。エーテルとか売ってないもんだな。よし行くぜ。行きます。自分では操作できないのか。おお、チフォン強そう。間違い、これクエイク行くのかな。ソロだけど。あーやっぱ空だもんね。食らわないよね。じゃあバギーマンだな。もうさ、とりあえず早速寝る。先が長そうな気がする。必要な、あ、ここで買えるの弱えけど。いらねえ道具はこいつか。まあさっき買ってきたんだ。あ、エーテル買えるじゃん。一応買っときますよ。さあ行きますか。だってね、なんだ入ったけど真ん中にいたぞ。どういうこと。ここ外れってことかな。
と。複雑でもなさげ。まあまあいいな。もしかしてこれ、あ違うか、あ違うのか、びっくりした、最初の場所に戻るかと思った。あそこに扉ある。エンハンスソード、いらん。よいしょ、下に、ああ行き止まりだった。どっちにしろ、MP が尽きちまうぜ。そろそろセーブポイント1回くらい出てんかな。おお正解、フェニックスの丘。なんか覚えた。クライムハザード。お。
ドアとはないのか。あ、右側を MP が尽きてきたな、あ、ハイポーションで回復出して、テントありがたい。とりあえずセーブして、ここ上がればいいのかな。おお、強い。ここ上がればいいだけか。なんだこの一直線。登るだけ？とりあえずちょっとこっち側を。闇の世界で作られた鎧、闇耐性、呪いとかあんのかな、こういうの。装備ないか、特に。
右側はなんだ。あー部屋あったぜー。なんもないのかい。そろそろか、それともまだか。お、来た。ここまでやってくるとはなかなかやるではないか。私が相手をしてやろう。かかってこい。おお、おー、まあ、とりあえずこう、こう。スクールとルカーニーで行こうかな。ボスなのに食らうもんですな。そう、じゃあまあまあ、ドラゴンプレスにしよう。超天罰、ヒラマ。うわ、ベホマラーとかいいな。しとこうかな。なんか意外と余裕そうな気がする。もう一段階あったかな。もう私が死ぬというのか。そんなはずは。だがこのままではスバスさん、それも道連れにしてくれる。大魔王から授かった禁断の力を見るがよい。破壊神指導か。我が生命を風とし闇の世界より姿を現す。おお、指導だ。マジ。終了まで残り5分になりました。あら、枠内で倒せるといいね。おいー、マジかよ。それは聞いてない。わあ、どうしよっかな。まあレイズがあればいいんだけど。ナイス、ナイスかわした。休憩でちょっと。いやいや、強えな。無理ゲーじゃね。レベルが低すぎる。まあ、レイズ捉えれねえし。うわ、無理だろ。これ一回死ぬのかな。どうなんだろう。とりあえずやれるだけやってみよっか。無理だね。
はい、無理。あ、これは、あ、これは無理ゲーだったのか。すぐにとどめさせてやる。まだ諦めるのは早いぞ、こう。俺手が。ありがとう。無駄にフェニックスのを使っちまったな。クリスタルを手に向かって掲げた。一段と明るく輝き出した。なるほどね。なんだ、黙って死んでればよかったな。浮かなんとこやめろ。リリアも十分だろう。おお、倒したぜ。こう、私もお前がここまで強くなっていると思わなかったぞ。あ、まあ、とりあえずあとね、残り1分だから、もしかしたらエンディングになるのかどうかわかんないけど、とりあえず次枠でいいしとこう。中途半端なところでね、なってもあれなんでね、とりあえず、終わりにしたいと思います。次枠いきまーす。